もう少し北上すれば指輪のある祠に着くよ。景色が変わってきましたね。ブロディア王国との国境に近づいている証さ。村も少なくなってきましたし、指輪の保管場所には最適ですね。ここから北は寒さもあって、どんどん住みにくい地帯になっていく。歩いている者も全くいないだろう。はい、確かに辺りには誰も。いますね。何？うろうろ、うろうろ。本当だ。泣いていらっしゃいます。胸の痛む光景だ。王族としてフィレネ王国内で悲しむ民を放ってはおけない。あ、待ってください。私としたことが。そこの君、こんなところで泣いているとは。いや、やはり驚きますよね。急に声をおかけして。ヤッティー、助けが現れましたぞ。え、先ほど落とし物をしてしまったのでござるよ。ああ、私めはユナカと申す者です。ヨロピッピ。へえ、流行りの挨拶か。それでユナカ。このような形でこのように湾曲し、言葉を話す指輪です。言葉を話す指輪。まあ信じられないかもしれませんが。信じます。もしかしたら紋章師の指輪かもしれません。詳しく話を聞かせてくれ。確か神竜のところに行きたいとかなんとか。私のところに？あなたが神竜ですと。はい、申し遅れてすみません。私は神竜。そして僕はフィレネ王国第一王子アル。な神竜にフィレネ王子。心臓が止まるかと思った。すまなかったね。それでユナカはどうしてその指輪を持っていたんですか？私めは旅をしているのですが、国境近くで突然にょっ。助けて、私を見つけて。突然の声真似がすごいのですが。指輪を拾ってみれば今度は。ですが私めは神竜がどこにいるか分かりませぬ。指輪が道案内を申し出てくださり、まずはフィレネ王都に向かうことになったというわけです。確かにここからリトスの地を目指すのなら。しかし途中で賊に襲われ全力疾走し、どこかで落としたんだとなっている。まさにその時お二方が来てくださったのです。話を聞く限りユナカが持っていたのは紋章師の指輪の可能性が高そうですね。もし暁の巫女の指輪ならいつの間にか祠から出されていたということになりますが。別の指輪が持ち込まれたという可能性もある。ユナカ、その指輪一緒に探させてください。なんと、神竜氏が見つけてくだされば指輪も大喜びですぞ。まずはユナカが逃げてきた道を戻りましょう。ありませんね、指輪。誰かに拾われてしまったのですかな。軍全員で見て歩いているから。賊から逃げる前は確かに持っていたんですよね。無論、ここを通る際指輪と一緒にあの配送を見つけたのを覚えており。どうしました？配送に賊の姿が。え、私めを追いかけ回した賊どもであれば。確かめに行きましょう。しっかり占拠されているな。やはり奴らは先ほどの賊どもです。もしやとは思いますが。見つけましたぞ。本当ですか？ええ、あの強面の者が持っている金属。どうだい神竜様、紋章師の指輪か？距離がありすぎて。すみません、ユナカ、よくあんな遠くのものが見えますね。暗殺者は目がいいから。暗殺者？うわ、観察者。実は私目は観察者なのでござるよ。いろんなものをこう
じーっと、目の良さなら任せてくだされ。それよりここからいかがいたしますか。指輪の奪還と賊の討伐、本来の目的をおろそかにはできないが、であれば手分けして向かいませぬか。皆で行動すると目立つゆえ、指輪の奪還には少数で向かうべきかと。わかりました。では神竜士は私めと共に。よしよし、ここからなら指輪を持っている輩に近づけますぞ。こんな道を見つけるなんてさすがです。真っ暗で辺りがよく見えませんね。暗がりに敵が潜んでいるかもしれません。そのような時は私めにお任せくだされ。私めは目が良いので、暗闇や濃霧でも人一倍視界が広いのですぞ。しかし松明を手に入れられれば、神竜士も私めのように視界良好となるでしょうな。いましたぞ。このまま奇襲と参りましょう。わかりました。お願い、どうか私を神竜様のところへ。高そうな指輪を拾っちまったぜ。払ったらいい金になるかもな。この人には声が届かないみたい。指輪の声がしましたぞ。あれは紋章師の指輪で間違いありません。ユナカ、取り戻すために協力してくれますか。キーなこと、元よりそのためにこの。ありがとうございます。ユナカのモノマネ結構似ていたんですね。照れますな。幸福だよ。この身を捧げよう。仰せのままに。迷わないぞ。素敵な場所ね。花園はどちらに。神竜様のために。はい。覚悟あるわ。なんだ？てめえら！ど、
俺の。指輪を取り戻せました。癒せ暁のエンブレム。私は紋章師ミカヤ。この先のイメージが勝利へと変わったのを感じるわ。やはり暁の巫女の指輪でしたね。ユナカ、この指輪をあなたに託します。私に？族の討伐に付き合わせてしまいますが、この指輪を託すのはあなたがふさわしいです。紋章師ミカヤと協力し共に戦ってくれますか？もちろんです。ユナカ、回復は私に任せて。奴らに気づかれたようですな。明かりが消されてしまいました。しかし消されたらつけ直せばよいだけのこと。行きますぞ。やってみせます。力を貸してください。出番かい？慎重にね。
平気です。君のためなら。怪我してへん？紋章師様、お願いします。行くの？頑張ります。Thank you.
今なら私の力あなたにも使えるはずよ。何でもするわ。
命ある限り。エンブレム、エンゲージ。そんな、死なないでくれ。力を貸してください。エンブレムエンゲージ。行きます。この村の奴らなんざずっと前に皆殺しにしてやったぜ。
花をめでる。
なんとか片付きました。指輪を回収できたのはユナカのおかげですね。あなたが拾ってくれなかったら今頃私たちは空っぽの祠で困っているところでした。本当にありがとうございます。いえ。けれど最初に祠から持ち出したのはさっきの賊たちでしょうか。あのどうしました。私めは皆に謝らなくては。指輪は拾ったのではなく私めが祠から持ち出したのです。え、旅の資金が欲しくて祠を見つけた時金品の類があるかもと思ったのです。中に入ってミカヤ氏の呼びかけが聞こえ導かれるままに指輪を見つけ高く売れそうだと思って持ち出してしまったのです。そうだったんですね。神竜氏とアルフレッド氏が王族だと知りついあのような嘘を。私めも先ほどの族たちと同じ売ろうと思ったのかい。はい。だが君はそうしなかった。神竜様が指輪を託した時にそのまま一人で逃げることだってできたのに。暗闇の中あれだけ目が利くのなら僕たちを巻くことはたやすかっただろう。それなのに命の危険もある中。それはミカヤ氏を助けたいと思ったからです。最初は売ろうと思っていたのに話していると情が湧いてしまって会いたがっていた神竜と共にいてほしいと。ユナカは私に優しくしてくれたわ。邪竜の復活を感じて目覚めた私が誰かに呼びかけたのは初めてだったの。こうして巻き込んでしまったのは私のせいよ。事情は分かったよ。このフィレネ王国内で王族に嘘をついた者にお咎めなしというわけにはいかない。どのような罰でも。その覚悟があるのなら私たちに力を貸してください。え、実は私たち旅をしているんです。指輪を集めて邪竜を倒すための旅を。なのですみませんがその命を私たちに預けてくれませんか。というのはいかがでしょうアルフレッド。いい考えだ。僕らの軍はまだ旅立ったばかりで戦力ユナカほどの実力者がいてくれると助かる。わかりました。ありがとうございます。じゃあ決まりですね。ユナカ氏ヨロピッピ。え、あこちらこそヨロピッピですぞ。仲間も増えたことですし先を急ぎましょうか。ああ、城を建つ時母上がブロディア王に書簡を送ってくれた。神竜様を連れて国を訪れることはそろそろ王の耳にも入るはずだよ。ブロディア王国、一体どんな国なんでしょう。お礼を申し上げまする。ああ、
ですな。お礼を申し上げま、はあ、あれ、あそ、すみません。え、やっぱりフルルの風車村で助けてくれたベイルですよね。こんなところで会うなんて。また会えて嬉しいです。この前は急にいなくなったのでびっくりしました。ベイルはこの辺りに住んでいるんですか？私、旅をしてるんだ。探してる人？私の兄弟。どうしてももう一度話したくて。兄弟を、そうですか。何か手がかりはあるんですか？ううん、すごく小さい頃に会ったきりだから。でもね、もらったものがあるの。綺麗な石ですね。私のお守り。これがあれば絶対に会えるって。素敵です。でもあまり無理をしてはダメですよ。ほら、足に傷が。こんなのいつものことだよ。結構深い傷じゃないですか。包帯を巻いておきますね。あ、ありがとう。この前助けてもらったお礼です。それに私たちはもう友達でしょ。友達？もしかして嫌でしたか？違うの、私嬉しくて。それにこんな風に優しくしてもらったのも。それってどういう？ごめんなさい、もう行かなきゃ。ベイル、包帯ありがとう。また会おうね。行ってしまいました。はい、また。神竜様、フィレネ南方の諸島にてこのような謎の腕輪が発見されました。他にも腕輪を祀っている史跡が発見されたとの情報が。腕輪から紋章師の気配が。まさかこの中に。新たな呪文が頭に浮かんできます。収めよ、探偵のエンブレム。やっと外に出られたわね。私は紋章師エーデルガルト。俺は紋章師ディミトリ。俺は紋章師クロードだ。エーデルガルト、ディミトリ、クロード、申し遅れました。私は神竜です。腕輪に宿る紋章師ということは
エレオス大陸の紋章師ではありませんよね。ええ、私たちはもともと違う世界を守っていた紋章師よ。違う世界から。安心して、あなたと剣を交える気はないわ。そろそろ3人で話す話題も尽きてきていた頃合いだったし。そうか、これからってところだっただろう。嫌味はよせ。というか、ほとんど話していたのはクロード。皆さんはとても仲良しなのですね。仲良し？何？真に受けるなよ、エーデルガルトの冗談だ。私たちいつも競ってばかりだから。確かにな。俺たちは士官学校の生徒なんだが、それぞれ所属している学級が違うんだ。学級が？そう。だからこうして3人一緒に何かをしたといえば、舞踏会とグロンダーズ呪術戦の後くらいじゃない？グロンダーズ呪術戦は実戦形式の学級対抗戦だ。かなり盛り上がったわよね。ディミトリはなかなかの堅物に見えるだろう。ここだけの話だが、打ち上げの時のこいつのハメの外し方はな。そうなんですか。初対面の相手に冗談かどうか判別しづらい話をするな。おいおい、ひどいな。2割ぐらいは本当だろう。減ってるじゃないの。改めてあなたに私たちの力を託すわ。大丈夫、きっと勝てるさ。お前には特別俺の秘策を授けてやるよ。とても心強いです。私も皆さんの期待に添えるよう。ユナカ、今日も大活躍でしたね。やっぴー、神竜師に褒められて私ね、感激です。その戦闘力は並大抵のものではありません。や、傭兵？そうです。さすが神竜師、よくわかりましたな。それだけ強ければさぞ有名だったのでしょうね。そうですな。やっぱり、もしかしたら仲間の中にユナカを知っている人がいるかもしれませんね。今度聞いてみることにします。それはおやめください。どうしてですか？すみません、話を合わせてしまったのですが、私め傭兵などはやっていないのです。え？すみません、また嘘をついてしまい。しかし過去のことを聞かれるとどうしても。ごめんなさい神竜師、私はあなたに褒められるようなちゃんとした人間ではないのです。本日はこれにて失礼。ユナカ、今日の走り込みはこの辺にしておきましょう。エーティエさん、お疲れ様。ゴロンさん、どうされたのですか？今日はエーティエさんのためにこれを作ってきたんだ。何ですか？僕が作ったピクルスだよ。疲労回復にとってもいいんだ。さあ、一つ食べてみて。わかりました。まあ美味しい。て
気度の酸味がたまりませんわね。そう言ってもらえてよかった。エーティエさんの健康を考えて調味料の分量とかを調整して特別。あら、私のために特別に。うん、でもそれだけじゃないんだよ。おいしくなーれ、エーティエさんにぴったりのピクルスにな。そんな、嬉しいですわ。じゃあビンゴと渡しておくね。おかわりが欲しくなったら言って。わかりましたわ。こんなにしていただいて感謝です。はい、頼まれていたヘビサンドだよ。ありがとう。それじゃあいただくわね。うん、おいしいわ。ふわふわのパンとカリカリのヘビが絶妙。食べた瞬間に風味が口の中に広がって、喜んでもらえてよかった。あ、いいえ、違うわ。え、これ本当にヘビサンド？そうだよ、中にちゃんとヘビが入ってるでしょ。違うわ、似てるけどヘビじゃない。これウナギじゃないかしら。ああ、本当だ。ごめんなさい、確かに隣にウナギの出店もあったような。それで間違って買ってきちゃったの？私、竜の森人のお仕事もいつも失敗しちゃって。いいわ、これはこれで美味しいから。ほら、フランも食べて。うん。私もそう思っていたところよ。そうだわ、今度また別の場所で屋台が出るの。もしよかったらまたうなぎ料理を買ってきてもらえない？わかった、今度こそ間違えないで買ってくるね。素晴らしいね、今日はなんていい天気なんだ。さようでございますわね、アルフレッド様。僕はエーティエの入れてくれるお茶が本当に。それでしたらおかわりをどうぞ。いや、遠慮しておくよ。わかりましたわ。さすがにもう持っていられない。先にティーカップを置かれましたわね。ああ、僕の負けだよエーティエ。しかしこの筋肉鍛錬用ティーカップ、前の時よりも重くなっていないかい？以前よりも鉛を大幅に足しましたの。道理でお茶を口に運ぶのにも苦労したわけだ。この程度で値を上げてもらっては困りますわ。勝負も鍛錬もまだまだ続くのですから。望むところさエーティエ、これも全て強靭な肉体のために。ええ、アルフレッド様。おはようございます。おはよう、セリーヌ。今日も鍛錬に精が出ますね。それにそんなに深く掘るなんて他の方に迷惑では？セリーヌ、これは鍛錬ではないのさ。だから深さもこれでいい。一体どういうことですか？朝食を作ってくれている人たちが水が少し足りないと言っていたのを聞いてね。だからこうして井戸を掘っているところなんだよ。え、あのですねお兄様、お水が足りないのなら近くの川に汲みに行けばいいの。わざわざ井戸を掘る人なんていないわ。そうか、その手があったか。なら早速川に向かうことにしよう。助言をありがとうセリーヌ。国にいた頃からずっと思っていたけれど、お兄様は見た目が蛮族の方が中身と合っていると思うわ。おお、これはアルフレッド氏。こんなところで会うなんて奇遇ですな。ユナカ、ここのみんなには慣れたかい？もちろんですさ、みんな親切な人ばかりで大助かりですな。ですがアルフレッド氏、本当に良いのですか？新参者の私めのことをこうして温かく受け入れてしまって根掘り葉掘りと詮索することもなく。ん？いろいろと詮索した方がいいの？まあ普通はそうでしょうな。
確かにユナカのことをもっと知りたい気持ちはあるね。じゃあ機会があったらいろいろと話そう。それは構わないですが、極端な話、私めは敵の密偵かもしれませんぞ。それはないよ。なぬ、根拠なしなのに自信たっぷり。なぜゆえに、なぜゆえにそこまで人を信用するのです。なんでだろうね。まさかの本人も自覚なし。ですが嬉しいですぞ、アルフレッド氏。私めを信用してくださりありがとうございます。お礼なんていらないよ、ユナカ。バンドレン、あなたに謝りたいことがあるんだ。謝る？僕には大きな罪がある。あの時僕がもっと早くリトスに到着していれば、ルミエル様はバンドレの大切な主君だ。アルフレッド王子、ルミエル様を守れなかったのは私も同じですから、気に病むことはありません。しかしアルフレッド王子がいらっしゃらなければ、あの時負けていた可能性もあります。感謝することはあっても恨むことなどあるはずがありません。そうか、バンドレ、また話をしに来てもいいか。もちろんです。その時はルミエル様の楽しい思い出話をしましょう。楽しい思い出？はい、その方がルミエル様も喜んでくださると思います。あのあら、ジャン、私に何か用かしら？用っていうほどでもないんやけど、気になってることがあって。気になること？この胃薬を受け取ってほしいんや。まあありがとう。でも私特に悪いところはないんだけど。いつも懈怠なもん食べとるから、お腹を壊すのも時間の問題や思て。私が珍味ばかり食べているから心配してくれたのね。でも安心して、私の胃袋はとっても丈夫なのよ。そうなんや。でも油断は禁物やで。この前は得体の知れへん目玉みたいなんを口、あんなんどう見ても体に悪いに決まってるで。あれとても美味しいのよ。いや、その気持ちだけで十分や。何にせよ気ぃつけてな。え、わかったわ。ありがとう、ジャン。私はもっと強くならなくては。マルスのようになるにはどうしたらいいんでしょう？僕には仲間がいてくれたから戦えたんだよ。遠慮はしないでください。私はエーデルガルト、あなたの器を確かめさせてもらうわ。悔しいわね、私が遅れを取るなんて。なんとか勝てました。クロード、あなたは大変な策士だと聞きました。ぜひ私にもご指導をよろしくお願いします。真面目だね。よし、じゃあまずは剣を置いて外。素敵な香りね。今日はどこの紅茶なの？茶畑の里のオリジンティーよ。好きな銘柄だからそう言ってもらえて嬉しいわ。私は不利な状況でも仲間のために出撃をして、妹に向こう水だと思われていたよ。僕も妹には蛮族のようだと言われ悩むことがある。エーデルガルト、形だけになるけれどお茶会はいかが？それは楽しみね。ぜひとも香りを堪能させてちょうだい。
クロード、早速筋肉勝負だ。進行を深めるにはこれが最も手っ取り早い。確かに勝負は互いの仲を深めるものさ。だがその内容は公平じゃない。この間変わった鍛錬をしていたな。あれは何のための動きなんだ？はい、あれは神竜様がソラネルの見回りをされる際のベストな目線をいただくポジション取りの鍛錬です。クランはいつも幸せそうだな。はい、神竜様と一緒にいられますから。それエーティエはいつも走ってるな。元気なもんだ。クロードさんも一緒に走りませんこと？すっきりしますわよ。ディミトリに魚の目玉の珍味を持ってきたのだけれど、食事は必要ないのだったわね。うまそうに食事をとる姿を見るのも楽しいものだ。ユナカのモノマネは本当にすごいわね。ありがとうございます、エーデルガルト氏。お望みであれば誰でも真似して差し上げますぞ。クロードさんは医者の仕事に興味があるん？いつも熱心に治療を見てはるから。もちろん生死に関わる知識ってのはあればあるほど助けになるからな。エーデルガルトさん、きちんと休めていますか？ありがとうルイ。でも動いている方が何かと楽なのよ。